マクファーソン軍はアメリカ合衆国カンザス州の中央部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は29,180人であり、2000年の29,554人から1.3%減少した。軍庁所在地はマクファーソン市であり、同軍で人口最大の都市でもある。マクファーソン軍は その全体でマクファーソン小都市圏を構成している。軍名は南北戦争に北軍で参戦しアトランタの戦いで戦死したジェームズ・ B ・マクファーソン将軍にちなんで名付けられた。現在のカンザス州となっている地域には1000年前からインディアンが住んでいた。1803年、この地域がルイジアナバイ州でアメリカ合衆国に確保された。 1854年、カンザス順州が設立された。1861年、カンザスは合衆国34番目の州になった。1820年代から1870年代、サンタフェトレールが現在のマクファーソン郡を通っていた。この道は、関東の東で、郡内に入り、ガルバの南、イーマンの北を通って、西のライアンズに向かった。 1855年、チャールズ・オー・フラーが、ガルバの約2マイル南、1マイル東にあるラニング、ターキー・クリーク渡しに隣接して、牧場を作った。フラーの牧場は、サンタフェトレールに進む旅人に物資を供給した。ここがおそらく軍内最初の白人開拓地になった。1860年、SN ウッドによる、法案が通って、ペクトン軍が設立された。 この法案では、カンザス準州第6主要守護選の西第16軍区の南にある土地すべてを軍として設立し、ペクトン軍と名付けるとされていた。1865年2月17日、ペクトン軍が廃止され、マリオン軍の一部からマクファーソン軍が作られた。この軍は、 チェース軍の西側協会から現在のカンザス州西側協会まで広がっていた。1868年、ソロモン・スティーブンスとエルエン・ホルムバーグが治安判事に指名され、軍内最初の役人になった。翌1869年、軍区で初の選挙が行われた。1870年春には、マクファーソン軍が軍として、 正式に組織化され、スーイーダルで住民集会が開催された。スーイーダルが軍庁所在地に選ばれた、そこは現在のリンズバーグから南西に1.5マイル離れたところにあった。しかし、この年9月、軍政委員会はその2年ほど前に作られていたマクファーソンの町で集会を行うことにした。 1873年4月、軍庁所在地移設の請願が行われた。これには483人の有権者が署名していた。特別選挙は6月10日に予定された。その日、マクファーソンの町が605票、ニューゴットランドが325票、キングシティが3票、リンズボーグが1票という結果になり、マクファーソンの町が過半数で選ばれた。5月、 マクファーソンの町が軍庁舎の場所、10年間の無料使用権及び町を作るための2区画を寄付する予備申立書を提出した。申立書きは翌月受理され、軍政委員会は第56と65の区画を選定した。こうしてマクファーソンが軍庁所在地となり、現在に立っている。 1875年、マリオン市の指導者たちがフローレンスからの鉄道支線を検討する集会を開いた。1878年、アッチソンとピカサンタフェ鉄道とマリオン軍を呼び、マクファーソン軍の集団がマリオンマクファーソン鉄道会社の設立を承認した。1879年、フローレンスからマクファーソンまでの支線が建設され、 1880年には、ライアンズ。1881年には、エリーンウッドまで延伸された。この線は、アッチソンとピカンド、サンタフェ鉄道に沈退され、運行された。フローレンスからマリオンまでの区間は1968年に、廃線になった。1992年、マリオンからマクファーソンまでの区間が、セントラルカンザス鉄道に売却された。 1993年、大きな洪水で損傷を受けた後、マリオンからマクファーソンまでの区間が廃線になった。当初の視線は、フローレンスからマリオン、カナダ、ヒルズボロ、リーハイ、カントン、ガルバ、マクファーソン、コンウェイ、ウィンダム、リトルリバー、ミッチェル、ライアンズ、チェース、リングッドをつないでいた。1887年、シカゴ・カンザス・ネブラスカ鉄道は、 ヘリントンからプラットまで感染を延伸した。この延伸部は、ラモナ、タンパ、ダーラム、ウォルデック、カントン、ガルバ、マクファーソン、グローブランド、インマン、メドラ、ハッチンソン、ホワイトサイド、パートリッジ、アーリントン、ラングドン、チューロン、プレストン、ナトロナ、プラットを結んだ。1888年、この感染が、リベラルまで延伸された。 さらに後には、ニューメキシコ州、トゥクムカリとテキサス州、エルパソまで延伸された。この線は、ゴールデンステート・リミテッドと呼ばれた。ナショナル・オールド・トレイル・ロードは太陽から太陽への、ハイウェイとも呼ばれ、1912年に設立され、マクファーソン軍のウィンダム、コンウェイ、マクファーソンを通って設定された。マクファーソン軍はアルコールを禁じる、すなわち、ドライの軍だったが、 1986年にカンザス州憲法が修正され、住民は1996年の投票で個人が、たしなむ、アルコール飲料の販売を承認した。ただし、食料販売量の30%までという制限が、ついた。アメリカ合衆国国政調査局によれば、軍域全面積は901.24平方マイルであり、 このうち陸地は899.71平方マイル、水域は1.52平方マイルで、水域率は0.17%である。人口ピラミッド以下は2000年の国勢調査による人口統計データである。都市名の後の数字は2010年国勢調査での人口を示す。マクファーソン軍は25の軍区に分けられている。リンズボーグ市とマクファーソン市は、 政治的に独立とみなされ、下記軍区の数字からは外されている。下表で、人口中心は最大都市であり、特に大きな数字でなければ、軍区の人口に含まれるものである。ありがとうございます。